武さんの切り抜き見て自殺やめましただってマジで踏みとどまったありがとうございます。だって無職の28歳で、双極性障害と病気なんですが、自殺未遂して死にかけた受験生んあ、経験生かしてこれからはうん精神疾患の方や悩んでる人のサポートや会社の団体を作ろうと夢を持てました。おお、いいね。本当にありがとうございます。パチャ、できずすみませんだって。もそんなにいいけど。なるほどな。 自分がそういう経験をしたからこそ分かることいっぱいあるもんね。もう俺みたいなさ、本当フィジカルお化けのメンタルモンスターみたいなやつにはさ、やっぱりさ、あの、本当に理解して寄り添うなんてことはできないから、皆さんにね、そういう悩みを持ってる人たちに、本当の気持ちを理解して、うーん、なんていうんだ、アドバイスしてあげることなんてなかなかできないから、俺は本当に、 なんだろう。そういう社会に対しての弱さみたいなもの、自分の中にほとんどないから、もう生活も不安ないし、それはお金あるからとこじゃなくて、子供の頃から、もうギリギリの生活をして育ったから、飯も食えないみたいな、電気もガスも水道も止まってるみたいな暮らしを小学校ぐらいから経験してるから、ぶっちゃけさ、もう怖くないんだよ。あの、世の中で多少仕事がなくなっても、 多少、なんていうの社会から取り残されても、もう、日本なんて、日本で生きてたら、生きていけるって分かってるから、何飢えて死ぬようなことないし、うん、仕事がなくなったってね、ね社会が食わせてくれる国だから、そんな国に生まれてる時点でもう、俺、結構、心の余裕を持って、 暮らせるから、まあ皆さんの苦しみが本当に俺はいまいち理解できてないとは思うけど、なんかそんな俺のところに相談来る人はさ、ただ死にたい人じゃないと思うんだよ。本当は何かしたいんだけど、本当は死にたくないんだけど、誰にも相手されなかったりさ、分かんないけど、なんだろう、世の中で誰にも評価されてなかったりさ、愛されてなかったり、そういうのでさ、 嫌な思いしたりとかばっかりして、誰かに聞いてほしいんだろうなとかさ、うん、なんか共有してほしいんだろうなと思って、うん、でもまあ、俺が俺の人生で得た気持ちしか喋れないから、うん、結構、なんだろうね、こいつ、こんなやつには本当に死にたいと思ってる人の悩みなんか分かんないって思う人もいるだろうけど、うん。 正直わかんない。俺には。うん。死にたいとか、正直わかんない。うん。だけど、まあ、俺、俺も、その、なんつったらいいんだろうね。死にたいとかじゃないけど、もうく、辛くてしょうがないっていう、もう、疲れたっていう時はあったから、まあ、その時ぐらいの経験で、皆さんに向き合っている状況でございます。うん、まあ、でも、そういうふうにやる気を、 持ってくれて、人生あ、なんかそういう大きいね、素敵な夢を持ってくれたっていうのは、28歳で無職だけど、まだまだ余裕だから、28歳なんて本当に少年のちょっとひげ生えたみたいなぐらいのもんだから <laughs>、うん、こっから社会でいくらでも成功できるし、俺も28歳の時まるで無職だったから、アメリカが帰ってばっかりで、ね、収入ゼロで、うん、そんなぐらいだったから、何にもなかったから、その時 同じスタートだね。